2002年日韓ワールドカップのナンバーワンゴールキーパーは誰だと思いますか？この動画ではワールドカップ後に発売されたウイニングイレブンシックスファイナルエボリューションのデータを参照して日韓ワールドカップのゴールキーパーランキングを作成しました。選手データのディフェンス、ボディバランス、レスポンスの合計値を総合的なキーパーの能力ということにしております。なお総合数値が同じ場合は身長がより高い選手を上位にしました。それではスタートです。デンマーク、トーマス・ソーレンセン、サンダーランド。第10位、ソーレンセン。ディフェンス86、ボディバランス94、レスポンス93、合計273ポイントです。あの偉大なシュマイケルの後を引き継いだのがこのソーレンセンです。この頃から約10年にわたりデンマーク代表のゴールを守り続け、代表通算出場数100試合を超えました。ソーレンセンといえば日本人としては2010年ワールドカップの本田と遠藤がフリーキックを決めた時のキーパーという印象が強いかもしれませんね。ポーランド、イエジー・デュデク、リバプール。第9位、デュデク。ディフェンス92、ボディバランス89、レスポンス93、合計274ポイントです。ポーランドの絶対的な守護神として君臨するデュデクですが、大会直前に怪我をしてしまい、本大会では本来の力を出すことができず、韓国とポルトガルに負けてグループリーグ敗退となりました。ところでデュデクといえば04-05チャンピオンズリーグ決勝の PK 戦で突然くねくねと踊り出し、なおかつ PK を止めたのが有名ですが、あのダンスはリバプールの過去のゴールキーパーブロベラーのダンスを真似したそうです。イングランド、デイビッド・ジェームズ、ウェストハム。第8位、ジェームズ。ディフェンス85、ボディバランス95、レスポンス94、合計274ポイントです。並外れた身体能力と奇抜な髪型をし、時折大きなミスをすることでも知られている選手です。本大会での正ゴールキーパーはシーマンだったので、準々決勝まで進んだイングランド代表でしたが、ジェームズの出番はありませんでした。 USA、 ケイシー・ケラー、トッテナム。第7位、ケラー。ディフェンス89、ボディバランス92、レスポンス94、合計275ポイントです。3大会連続でワールドカップのメンバー入りして、次の2006年でも選出されたアメリカの名キーパー。通算102キャップはアメリカのキーパーとして最多です。しかし本大会でレギュラーをつかんだのはもう一人の世界的名キーパーのフリーデルでした。アイルランド、シェーニ・ブン、ニューキャッスル。第6位、ビブン。ディフェンス90、ボディバランス91、レスポンス95、合計276ポイントです。安定したプレーでアイルランドのグループステージ突破に大貢献。その後も代表の守護神として通算134試合に出場。すごいですね。イタリー、ジャンルイジ・ブッフォン、ユベントス。第5位、ブッフォン。ディフェンス96、ボディバランス86、レスポンス95、合計277ポイントです。24歳という当時まだ若かったブッフォンですが、2大会目のワールドカップ出場。1998年の前回大会はパリウカの控えとして臨みましたが、本大会は正ゴールキーパーです。20年以上代表に選ばれ、176試合の出場記録。現在45歳のブッフォンはプロとしてスタートしたパルマに復帰して現役です。フランス、ファビアン・バルテズ、マンチェスター・ユナイテッド。
第4位ワルテズ、ディフェンス98、ボディバランス88、レスポンス93、合計279ポイントです。1990年代後半から2000年代中頃までのフランスのキーパーといえばバルテズ。1998年ワールドカップでフランスが優勝した時の正ゴールキーパーで、本大会でも正ゴールキーパーとして出場。反応が早く積極的な飛び出しが持ち味です。それではトップ3に行く前に11位から20位を一気に見てみましょう。第11位カリーニ。第12位デュシュトゥ。第13位グッド。第14位ミグマプリン。第15位シルバ。第16位レーマン。同率16位フリーデル。第17位ダメ。第18位セバジョス。第19位ジーラ。第20位ヘドマン。ちなみに2002年日本代表のキーパーは川口、楢崎、曽我畑の3人。この3人の中で一番能力が高いのは楢崎でした。合計252ポイントです。2番目が曽我畑で242ポイント、3番目が川口で241ポイントです。パラグアイ、ホセ・ルイス・チュラベルト、ストラスブール。第3位チュラベルト、ディフェンス92、ボディバランス93、レスポンス94、合計279ポイントです。パラグアイの圧倒的なカリスマのスーパースター、チュラベルト。37歳という大ベテランで日韓ワールドカップに出場です。そしてチュラベルトといえばフリーキックを蹴ることでも有名ですよね。そしてキーパーに止められた際には自分のゴールに全力でダッシュで戻るチュラベルト、懐かしいです。イタリー、フランチェスコ・トルド、インテル。第2位トルド、ディフェンス96、ボディバランス92、レスポンス94、合計282ポイントです。長きにわたりインテルのゴールを守り続けた名キーパー。1998年の前回大会はパリウカの控え、そして今大会はブッフォンの控え。世界最高峰のゴールキーパーでありながら出場機会に恵まれませんでした。ウィーレのデータ的には2002年の時点ではブッフォンよりトルドの方が上とのことです。ジャーマニー、オリバー・カーン、バイエルン・ミュンヘン。第1位カーン、ディフェンス98、ボディバランス98、レスポンス97、合計293ポイントです。2位と11ポイント差をつけて圧倒的な1位です。この時代の名キーパーといえばやっぱりカーン。今大会ドイツは準優勝でカーンは MVP に選ばれました。キーパーが MVP に選ばれるのは初めてのことだったそうです。私ごとですが空港でカーン見たことあります。列に並んでいたら自分の一つ前に2メートルくらいの人が立っていて、よく見るとその人のカバンにバイエルンミュンヘンのロゴがえを持って顔を見たらベルギー代表のファンブイテンでした。そして周りを見るとバイエルンミュンヘンのご一行が揃っていました。カーンをはじめマカーイ、シュバインシュタイガー、ラームなども見たと思います。どうやら浦和レッズとの親善試合のために来日していたようです。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ブラジル。ご視聴ありがとうございました。これまでに2002年日韓ワールドカップのスピードランキング、決定力ランキング、フリーキッカーランキングなども投稿しておりますので、
もし興味ございましたらご覧ください。